1978年の近鉄バファローズでは、1978年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の5年目のシーズンである。クリス・アーノルド、ジョーリスと外国人を一新して臨んだが、前期は阪急の独走を許して2位で終了。帽子を BE マークから猛牛マークに変更した後期は、 開幕10試合を7勝2敗1分と、ースタートを切るが、オールスター明けに、阪急に首位を明け渡し、その後は、阪急とマッチレースを展開。9月に入り13勝3敗のハイペースで首位を、脱回し、後期優勝に大手をかけて9月23日の、阪急との後期最終戦を迎えたが、先発の鈴木啓治が、ボビー・マルカーノに2ランを打たれるなど4失点で降板。打線は、 山田久志の前に1点に抑えられ敗戦。これでマジック1が点灯した半球に優勝を決められ、後期はゲーム差なしの2位で終了した。投手陣では1973年からローテーションの一角を担った大田浩二がわずか1勝にとどまったものの、この年25勝の鈴木や神戸敏夫をはじめ、井本隆などが大田をカバーし、関東数防御率リーグ2位と検討。 一方で、打撃陣では、佐々木京介が、354で、念願の首位打者を獲得し、羽田孝一、小川徹、栗橋茂などもそれなりの成績を収めたが、チーム打率は、リーグ4位、盗塁数は半球に次ぐ、リーグ2位だったが本塁打数が、半球より60本ほど少なく、最多が、栗橋茂の20本と、迫力不足だった。シーズン終了後、 2番テイスの神戸は、チャーリーマニエルとの交換でヤクルトに放出された。ユニフォームは1977年まで、使用のベルトレスに代わって、ベルトカバー式が導入されると、前述のように帽子も後期から猛牛マークに変更された。阪急が全校期間全優勝したため、プレイオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。